はい、今日は市場で買ってきましたトビウオ1匹600円をさばいて刺身にしたいと思います。で、血抜きもやっていきたいと思います。かっこいい翼みたいですね。で、口の中にね、なんかあの魚が入ってて、なんか小魚が出てきました。これちょっと捨てます。エラはこんな感じ、ちょっとと黒いんかな。で、ヘラブタがすごくちっちゃいですね。ではここに穴を開けて、はい、骨型、はい、これちょっと血抜きします。ここのヘラのところにホースを入れて押さえて、体の中に水を入れます。 OK かな。ではこれを立てて、15分ほど放置しておきます。はい、では先ほどの血抜きから15分が経過しましたので終わります。こんな感じですね。あんまりちょっと取れなかったですね。水はちゃんと入ってたっぽいんですけど、何でしょうか、かっこいいんですけど、これ取ります。ちょっとこの辺に硬い骨が入ってますね。お尻が長い。では血合いに切り込みを入れて洗っていきます。鱗取るの忘れた。鱗はなんかなさそうですね。3枚におろしていきます。しやすいですね。こんな密室です。ちょっとさっき血抜きした時にも思ったんですけど、サヨリに密室が似てるなと思いましたね。真ん中にちょっと骨が入ってる。しっかり入ってる。中に骨が入ってる。ちょっと切りますね。はい、ちょっと血合い骨を取っておきました。骨がね、しっかり下の方まで入ってるので、取っといた方がいいと思う。ありがとう。
ね、トビウオのお刺身お作りの完成です。ちょっと、意外に量が少なかった。こっちはまた実家に持っていこうと思います。少しだけですけど。でこちらは、塩焼きにして食べたいと思います。はい、食べていきたいと思います。ありがとうございました。